三村両左官完成9年2月27日は、江戸時代中期から後期の旗本、環状奉行、江戸南町奉行などを歴任した。通称は、一馬、七郎衛門、十郎衛門。関東は、十五位下、品野守。隠居の後藤さんと交する。父は、山村長吉。母は、菅沼忠虎の娘。妻は、与田正治の娘。子に 宮城和に山村吉木、門倉玄太田志ら。寛猿二年に古将組、法歴三年に西の丸小難度となり、不意を切ることを許された。法歴六年に父が没して家徳を継ぎ、法歴八年に本丸小難度として仕えた。明和五年に目付となり、安永二年に前任の長谷川信夫が急成したためその後任として京都西町奉行となり、 同時に、十五位、品野守に除任された。在任中は、金利の不正を摘発するなど活躍し、また、安永六年の日光宮の江戸下校に同行した。安永七年に環状奉行、天明四年に江戸南町奉行となり、関西元年に御三教清水家の不画老となった。関西六年に知死した。関西九年に死去。墓所は最小寺。ありがとうございます。